ああ、この後は奥山さんと会議室で打ち合わせだな。奥山さんが見てるのは学校の教科書か。ああ、このあたり全然覚えきれてないな。あ、もうマネージャーさんとの打ち合わせの時間だ。うやっ、マネージャーさん、いつの間に。ごめんごめん、すごく集中してるから話しかけるタイミングが見つからなくてな。つい夢中になっちゃって。そろそろ打ち合わせのお時間ですよね。始めましょう。ところで、さっきはどうしてエントランスにいたんだ？仕事の合間の勉強ならいつもオフィスでしてるだろ。もうじき定期テストがあって、その勉強をしてたんです。そうなのか。それにしてもさっきみたいに悩んでるのは初めて見たな。自分で言うのもなんなんですけど、いつもは結構手際よく勉強してたつもりなんです。忙しくても時間を見つけて宿題やテスト勉強をしてたんですけど、最近はその暇さえなくて、テスト範囲で急に気になるところが思い浮かんで、それであの場で教科書を広げて確認してたんです。なるほどな。今回はかなり焦ってるわけか。もともとはマネージャーさんがもう少しお仕事をセーブしようとしてくれてましたよね。でも興味のあるお仕事がいっぱいあって、私がどれもこれもやりたいですって言いすぎて、その結果が今という感じなので、さすがにお仕事を受けすぎちゃったなーって反省してます。やっぱり無理が来てしまったよな。すまない、俺がちゃんとセーブするべきだった。いえいえ、私が悪いんですから気にしないでください。お仕事自体はすごく勉強になってますし、まあ初めてのお仕事の準備に気合を入れて勉強時間がなくなっちゃったんですけど天童さんや鈴村さんには相談したのか？きっとるいちゃんもゆうちゃんも協力してくれると思うんですけど、アイドル活動以外のことで相談して二人の時間をむやみに使ってほしくないんです。なるほどな。トリエルの間でも言いづらいことはあるわけか。それにしてもいつもしっかりしてる奥山さんの学生らしい悩みを見ると少し微笑ましくなるな。マネージャーさん、さっきから何を笑ってるんですか？ごめんごめん、何か力になれることはないか？これくらいなら大丈夫です。本当に大丈夫です。大丈夫、いえ、そのもし本当にダメそうって思ったら相談させてもらってもいいですか？次が今日最後のお仕事ですよね。頑張りますよ。仕事には集中してるけど、合間でずっとテスト勉強していて、さすがに疲れが溜まってるみたいだ。仕事のラッシュは次で一段落するからな。この仕事が終わったらまずはゆっくり休んでくれ。ありがとうございます。あれ？あれれ？ああ！事務所にお財布も携帯も台本も全部忘れてきちゃいました！本当か？奥山さんにしては珍しいな。とにかく急いで戻ろう。でも今から戻ったら間に合わないんじゃ。あ、私大丈夫です。お金がなくてもちょっとくらいなら生きていけますから。食べられる野草なら見分けられますし、へっちゃらです。奥山さん落ち着いて、都心にそんな野草は生えてないから早く。わかりました、ごめんなさい。はあ、見つかってよかったです。でも今から走っても時間が。すぐにタクシーを。いや待てよ、
今の時間なら橋本さんがいるはず。急だけどお願いしよう。里美さんに送ってもらえるんですか？すっごく助かります。よろしくお願いします。頼む、間に合ってくれよ。